昨日はこんな晩ご飯でした。シチュー、海鮮ガーリック炒め、ソーセージとトマト、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。ニラ玉、ポテサラ、みんな大好き生姜焼き、白米にベストマッチ、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。えのきとあおさの味噌汁、芋天、ハンバーグ、おろしポン酢でいただきます。肉汁がやばいけん、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。ジャンボンフロマージュ、ハムとチーズのサンドイッチです。ポテトグラタン、スパイス豚煮込み、ミネストローネ、豚とグラタンベストマッチ。昨日はこんな昼ご飯でした。東池袋大勝軒、特製盛りそば中盛りです。麺はツルツルもちもち、そして大ぶりなチャーシュー、漬け汁へダイビング、すすって食う、すすって食う、うまい。昨日はこんな晩ご飯でした。なめこの味噌汁、トマト、アボカド、切り干し大根、ニンニクステーキ、お肉にはマキシマ、そしてトムラのタレ、マキシマムふりかけてトムラのタレをひとたらし、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。スンドゥブ、ゴロッとした唐揚げ、ご飯に半熟卵のっけました。昨日はこんな晩ご飯でした。ボンゴレビアンコ、ネギと大葉に春を感じます。私はアサリが大好きです。ご覧ください、プリプリのアサリ、アサリエキスを吸ったパスタ、仕上げは海苔、ボンゴレビアンコ最高です。昨日はこんな昼ご飯でした。甲州市場、大塚店、木曜がお得、やってまいりました。肉汁ワンタン麺、ワンタンが最高に美味しいんです。複数の調味料で楽しめます。麺は細麺、スープは透明、ワンタンうま、いつものようにすすって食う、美味しかった、ごちそうさまでした。昨日はこんな晩ご飯でした。ミニホタテの味噌汁、麻婆豆腐、タラのフライにネギダレぶっかけて、タラの油淋鶏風の完成です。ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。ひき肉とキノコのオムレツ、牛肉の野菜炒め、トムラのタレの登場です。トムラのタレを垂らします。明太子ご飯も食べました。昨日はこんな昼ご飯でした。家系東京大道屋直系、チャーシュー麺に肩ロース追加、ご覧ください、金色色のスープ、ジューシーなもも肉、そして柔らかい肩ロース、スープを吸った麺が最高なんです。ライスで満腹、大満足。昨日はこんな晩ご飯でした。豚の角煮、油がプルプル、コロッケ、私はコロッケが大好きです。おでん、おでんの季節よさようなら、酢の物、マグロの山かけ、ご飯にぶっかけました。昨日はこんな晩ご飯でした。コカコーラ、ポテイト、バイビッグマック、私はビッグマックが大好きです。昨日はこんな晩ご飯でした。豚とキャベツの醤油麹炒め、味付けはこれです。赤エビの醤油漬け、エビ味噌が最高なんです。アサリの味噌汁、かまぼこ、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。絶品梅酢の唐揚げ、しじみの味噌汁、レンコンのきんぴら、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。鍋焼きうどん、炙りサンマの押し寿司、エビフライも食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。カプレーゼ。続いてホタルイカとキャベツのパスタ、今が旬です。ホタルイカ、パスタで満腹になりました。昨日はこんな晩ご飯でした。ブリの照り焼きが大好きです。ブロッコリーのフリッター、これ美味しいのよ。豚汁、地元宮崎では豚汁と呼びます。ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。グラタン、ブロッコリーの彩りいい感じ、牛とネギの塩麹炒め、豚汁、明太子ご飯食べました。昨日はこんな昼ご飯でした。大塚のやっぱりインディア、ご覧ください、素敵なプレート、シーフードカレー、ポークブラックペーパーカレー、私はパパドが大好きです。チーズクルチャも大好きです。とろけるチーズが最高なのよ。昨日はこんな晩ご飯でした。地下の天ぷら、さつまいもの天ぷら、肉豆腐、わかめのおひたし、久々にビール飲みました。昨日はこんな晩ご飯でした。ケンタッキーフライドチキン、私はウィングが大好きです。タイのあら汁、ネギチャーハンも食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。ささみカツ、チーズと大葉入り、オーロラソースをぶっかけて、タイのあら汁、きんぴらごぼう、卵焼き、ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。1本90円の焼き鳥、もちろんビールを飲みました。赤身のマグロ、私はマグロが大好きです。卵焼き、爆弾納豆、メルフェイユナベ、ご飯3杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。牛の赤身肉ステーキ、私は牛肉が大好きです。マグロの漬け、雷豆腐、お肉には絶対マキシマム、かけすぎ注意です。ご飯2杯食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。草餃子のエビ餃子、詳細はコメント欄の動画から。この餃子美味しいのよ。ナスとアスパラの煮浸し、玉じゃが味噌スープ、明太子ご飯も食べました。昨日はこんな晩ご飯でした。鶏じゃが、かっこ塩味、お好み焼き、ナスとアスパラの煮浸し、お漬物、ご飯2杯食べました。私の昨日の晩ご飯、ほぼ毎日更新中。